コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたします。下に沿ってまず1番目の市内の感染状況について健康福祉部にお願いをいたします。健康福祉部です。 A4 カラーの資料1をお願いします。感染状況ですが、まず折れ線グラフです。これまでの累計で7月14日時点で1万772人の感染が確認されました。月別では7月で3177人となり、これまでの最多であった4月の2074人を14日時点で大きく上回っております。2ページをお願いします。日ごとの感染者数のグラフです。7月の11日に前日から倍増し、過去最多の448人の感染が確認されました。以降、翌日の12日には過去2番目の感染者数となる386人、そして本日公表分の14日確認分では過去3番目の364人となるなど、350人以上の感染者数が続いております。3ページをご覧ください。人口10万人あたりの新規感染者数の推移です。直近では第23週から増加に転じ、第27週では過去最多の 674.9 人となりました。前週比で見ますと、第24週で 2.2 倍、25週で 1.4 倍、26週で 2.8 倍、27週で 2.3 倍と2倍を超えるような伸び率が続いており、感染の拡大傾向が続いています。4ページをご覧ください。こちら感染者の月ごとの年代別割合の比較です。一番右の7月ですが、19歳以下のところで 41.8% と高い割合を占めております。一方で60歳以上も 11.9% となっており、高齢者の感染も一定数ある状況です。5ページですが、各世代別の感染者数を1週間あたりで集計し、人口1万人あたりに換算して比較したものです。第27週では青の10歳未満、オレンジの10歳代の感染が顕著に増えています。続いて黄色の30歳代、グレーの20歳代、濃い青の40歳代の増加傾向が続いており、これらは親世代と推測されるところです。また60歳代以上の世代でも増加の傾向にあり、これまでの状況とは異なって全ての年代で増加の傾向が見られています。6ページをご覧ください。こちらは集団感染の状況です。7月12日時点で保育施設で8件、学校で11件など多数発生しています。その下7ページですが、感染者との接触が疑われる場面です。第27週では家庭が 37.2%、 学校・保育施設が 20.2% で全体の6割弱を占めています。親から子へと、また子から親へなど、家庭を中心とした感染が伺えるところです。8ページをご覧ください。こちらは1ページと同じグラフですけども、昨年と一昨年の8月に印をつけております。松江市では昨年と一昨年の8月にまとまった感染が見られたことを示しています。資料1については以上です。次に状況報告の2番目、ワクチンの接種状況について健康福祉部でお願いをいたします。はい、続いて資料2、9ページです。ワクチン接種の状況です。3回目の接種は全市民で123,445人、60.9% の方が接種を受けられました。4回目の接種は759人、0.4% とまだ少ないですけれども、今月の後半から接種が本格化する見込みです。10ページをお願いします。これは年代別、接種回数別での接種率の状況です。赤枠で囲ってあるところが、1回目、2回目と比べて接種率が特に低くなっております。特にその中でも39歳以下の世代で 50% から下の接種率となっています。その下の11ページです。ワクチン接種につきましては、3回目の接種により感染予防、発症予防、入院予防の効果が回復すると厚生労働省も示しております。
3回目の接種がまだの方はぜひご検討いただきまして、接種を希望される場合は早めの予約等をお願いいたします。資料2については以上です。続きまして、状況報告の3番目、国県の動向について防災危機管理課から報告をいたします。はい、防災危機管理課の足立でございます。国県の動向につきまして口頭で説明をさせていただきます。島根県の動向ですが、7月12日第77回島根県対策本部会を開催し、島根県の対応として県民及び事業者に次の通り要請されました。要請の期間は令和4年7月15日から10日の間、主な変更点として飲食祭の人数を県東部地域及び県西部地域の飲食店等を利用する場合は4人以下とすること、沖地域の飲食店等を利用する場合は8人以下とすること、時間については複数の店舗を利用する場合を含めて合計で、島根県新型コロナ対策認証店を利用する場合は3時間、それ以外の店舗を利用する場合は2時間を限度とすること、以上になります。続きまして、その他につきまして防災危機管理課からお願いいたします。はい、続きまして、お手元の A4 の別資料、こちらの資料をご覧ください。松江市から新型コロナウイルス感染予防のお願いのペーパーでございます。毎週配布作成し、17号まであるコロナチラシからこの夏に心がけていただくこと、いただきたいこととして取りまとめをいたしました。表面は基本的な感染防止対策の徹底として、こまめな手洗い、手指消毒、場面に応じたマスクの着用、室内でのこまめな換気、3密の回避を、裏面は映さない、映らないを意識していただくため、少しでも体調不良を感じたらかかりつけ医に相談、受診すること、家庭内で感染を広げないためには家族みんなで健康管理が大切なこと、運動前後の感染予防対策として試合中、着替えや移動時も換気することなど、具体的な事例を紹介し、今後市を松江八ヶ町と一緒に各ご家庭に入る、そしてホームページへの掲載など広くお知らせしてまいります。以上になります。続きまして、次第大きな2番目、当面の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等について、まず括弧1の家庭保育のご協力につきまして、それと括弧2の児童クラブの利用自粛につきまして、合わせて子育て部から説明の方をお願いします。子育て部でございます。資料3お願いいたします。はじめに、市内民間保育施設等を利用していらっしゃる保護者の皆様には、7月8日から家庭での保育をお願いしましたところ、全体で約3割の方にご協力をいただいておりますことに感謝を申し上げます。ただその後も複数の保育施設や学校でクラスターが発生するなど、依然として10歳代未満の感染拡大が続いております。また保育施設に勤務する職員やその家族が感染したことにより、保育業務を継続することが難しくなっている施設もございます。幼稚園と保育所につきましては、幼稚園と保育所につきましては、幼稚園が夏休みに入る前日の7月20日水曜日まで親族にお子様を預けることができる、休暇を取得できる保護者の皆様には、可能な範囲で家庭での保育をお願いしてまいりましたが、感染が拡大している状況を踏まえ、保育園につきましては協力のお願いを継続とさせていただきます。加えて新たに児童クラブにつきましても、保育園と同様に親族にお子様を預けることができる、休暇を取得できる保護者の皆様には可能な範囲で児童クラブのご利用を控えていただきますようお願いいたします。お願いの期間は、保育園は7月21日木曜日から当面の間、児童クラブは各小学校の夏休みが始まる日から当面の間とさせていただきます。終了の時期につきましては、市内の感染状況を踏まえて改めてお知らせいたします。
保育園と児童クラブは通常通り解消いたしますので、お仕事等で利用が必要な場合は控えていただく場合は控えていただく必要はございません。なお、この期間中の保育料、児童クラブ使用料につきましては、利用されなかった日数に応じて減額をさせていただきます。合わせてこの期間中は、子育て支援センターの遊び場9カ所と、児童館も引き続き休館とさせていただきます。また、ご家族など同居されている方が、PCR などの検査を受けられる場合、陰性が確認されるまでの間のお子様の保育園登園、児童クラブの利用自粛につきましても、引き続きご無理のない範囲でご協力をいただきますようお願いいたします。最後に、事業者の皆様におかれましては、保育所や児童クラブに通うお子様のいらっしゃる従業員の皆様の休暇取得や在宅勤務などに特段のご配慮をいただきますようご理解と ご協力をお願いいたします。以上です。続きまして、括弧3、保健所への職員配置に伴う通常業務の縮小について、まず総務部からお願いをいたします。はい、それでは13ページの資料4をお願いいたします。総務部から松江保健所への緊急応援体制ということで、7月の感染急拡大以降、この応援体制が大きく変化しておりますので、その点について概要をご説明させていただきます。まず、この7月1日時点ということで、左端の方に示しております。この時点で総職員数105名、内訳は下の方に載せております。実働人員70名という表現しておりますが、これについては保健所の職員の通常業務、あるいは長期対応が続く中での休みの取得、こういったことでこの実働人員70名という表現をさせていただいております。その後、7月6日先般の本部会議でも応援体制の強化ということを冒頭で申し上げましたが、中断のところ、今現在の7月14日時点の体制を載せております。その後の体制強化としまして、7月1日以降、応援職員の増員、それからもう1点が任期付き職員の採用、こういったことで強化を図ってまいりまして、総職員数は7月1日との比較で2倍を超えます216名という体制でございます。その中で、中断のところ、市の応援職員は合わせて120名、ということになっております。本庁職員全体が1200数十名でございますので、約1割の職員を緊急動員で保健所に派遣しておる形になっております。それが昨日までの状況でございまして、本日以降の体制を一番右端に載せております。管理体制強化を中心に図っていこうと思っております。この体制については、本日から明日以降の3連休、それから来週いっぱいにかけて行っていく体制ということで、示しております。まず1点は、本日付で、配置を完了しておりますが、管理職の増員ということで、2名を本庁から追加で配置しております。保健所業務の全体管理、あるいは各班の連携調整という役割で配置をしております。もう1点、下の方になりますが、応援職員120名の中、応援職員の経験値が増してきたというメリットを生かしまして、班長クラスの業務を担うことができる職員17名程度を指定して動員をすることによりまして、班長クラスの負荷軽減を順次行っているところでございます。もう1点は、右端の応援職員の内訳のところ、2番目、市の任期付き職員35名、これが最終的には21日に、今現在28名から7名採用いたしまして、これが任期付き職員の最終形でございます。市の追加応援職員110名については、来週以降を含めまして、感染の状況によりまして、ここを柔軟性を保ちながら、増員等の対応も考えておるところでございます。これについての説明は以上でございます。はい、続いて子育て部からお願いをします。子育て部でございます。資料をご覧ください。松江保健所への保健師派遣に伴う乳幼児集団健診等の延期でございます。
是市が実施する乳幼児健診には4ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診がございます。それぞれの健診を6名の保健師が担当しておりますが、この担当する保健師を松江保健所に派遣するため、4歳4ヶ月児健診は7月22日から8月5日まで、1歳6ヶ月児健診は7月21日から8月23日まで、3歳児健診は7月20日から8月24日まで一旦休止をすることといたします。なお再開の時期につきましては、4ヶ月児健診は8月16日、1歳6ヶ月児健診は8月25日、3歳児健診は8月31日を予定しております。対象となる保護者の方には、個別に電話と郵送で通知をさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。それでは、次第の3番目。本部長の市長からメッセージをお願いいたします。準備いたしますので、しばらくお待ちください。ではお願いします。本部長の上定でございます。市民の皆様には日々家庭や職場において新型コロナウイルス感染予防対策に取り組んでいただいておりますことに感謝を申し上げます。島根県内では6月下旬以降、新型コロナウイルス感染症が急速に拡大しており、今週月曜日7月11日の感染確認は県内全体で1271人、うち松江市が448人となり、県としても本市としても過去最多となりました。本市では全世代において感染者の増加が続いており、特に保育施設や学校でのクラスターの発生などによって19歳以下の若年層における感染拡大が顕著になっています。感染力の強いBA.5 が県内に広がっているとの見解が県から示されていることや、本市では過去2年において8月に感染が拡大する傾向が見られることなどを前提として、危機感を持って感染状況を注視し、必要な対策を講じてまいります。市民の皆様にはこうした状況を踏まえて以下3点お願いをさせていただきます。まず1点目は、保育園に通うお子様について、家庭での保育へのご協力の継続についてです。幼稚園と保育園につきましては、幼稚園が夏休みに入る前日の7月20日水曜日まで、親族にお子様を預けたり、休暇を取得できる保護者の皆様には、可能な範囲で家庭での保育をお願いしてまいりましたが、保育園につきましては、このお願いを継続することとさせていただきます。2点目は、児童クラブのご利用を控えていただくことです。保育園と同様に、親族にお子様を預けたり、休暇を取得できる保護者の皆様には、可能な範囲で児童クラブの利用を控えていただきますようお願いします。もちろん、ご家庭の事情などにより必要な方は児童クラブをご利用いただいて構いません。これら2点のお願いの対象期間は、保育園が7月21日木曜日から、児童クラブが夏季休業開始日から当面の間とさせていただき、終了の時期につきましては感染状況などを踏まえて改めてお知らせいたします。なお、この期間における保育料と児童クラブの使用料につきましては、保育園に登園しなかった日数、児童クラブを利用しなかった日数に応じて減額させていただきます。また、ご家族など、同居されている方が PCR などの検査を受けられる場合、陰性が判明するまでの間、
保育園への登園や児童クラブの利用を控えていただくことにつきましても、引き続きのご協力をお願いします。3点目は、保健所への職員配置に伴う市役所の通常業務の縮小についてです。本市では現在、感染拡大の状況に対応するため、全庁職員の約1割にあたる120人を松江保健所に応援派遣するなど、保健所の業務運営を優先して、オール市役所として取り組んでいます。今後も当面、この体制を維持または増強する必要性が高いことから、市役所の通常業務を一部縮小せざるを得ず、その内容につきましては、決まったものから随時アナウンスさせていただきます。本市が主催する市民講座やイベントなどについて、今後延期させていただく場合がありますので、お含み置きください。今回、皆様にお知らせするものとして、7月20日水曜日から8月中旬までの間に予定していた乳幼児の集団検診、つまり4ヶ月児検診、1歳6ヶ月児検診、3歳児検診を一旦延期させていただきます。これは担当の保健師を松江保健所に派遣することに伴う措置となります。なお、4ヶ月児検診は8月中旬から再開し、その他の検診についても8月下旬より再開する予定です。対象となる保護者の皆様には、改めて個別に通知させていただきます。市民の皆様にご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。まもなく子どもたちの夏休みが始まります。人の動きが活発になり、感染のリスクも高まることが想定され、現に本市では昨年、一昨年とも夏季に感染が拡大しています。この夏を健康に楽しく過ごすため、うつさない、うつらない、家庭内にウイルスを持ち込まないという意識を持って行動してまいりましょう。熱中症にも十分注意を払いながら、マスク着用、手洗い、換気などの基本的な感染防止対策へのご協力をお願いします。また、ワクチン接種を希望される方は、早めに接種していただくとともに、接種率が比較的低い20歳代、30歳代の皆様には、接種の検討をお願いいたします。なお、本日ご説明したこの夏に心がけていただきたいことにつきましては、本市ホームページに掲載するほか、学校や公共施設などにチラシを配布して広く周知してまいります。新型コロナウイルス感染症は誰でも感染する可能性があります。感染された方やそのご家族を励まし、感染防止のために日々力を尽くしていただいている医療従事者の方々に感謝して、相手を思いやることのできる松江市民らしく一丸となることで、新型コロナウイルスに打ち勝ってまいりましょう。以上です。以上をもちまして、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を終了いたします。これは班長クラスの業務になる職員を指定して教員というのは、班は何班があって、どういう班があって、どういう形に対策をしたのか、ちょっと教えていただけますか。はい、私の方からちょっと全体像の話をさせていただきます。現在ですね、松江保健所、書いてあるという職員が200人を超えて、いるわけですけれども、その中でそれぞれが分業の体制を取っております。感染の確認を得て、で、そして通知をするという役割であったり、今感染状態になって待機をされている方に対するケアであったり、そういった班を分けておりまして、でそれを班長が取りまとめるという形になっているんですが、どうしてもその取りまとめの班長というのは誰でもできるものではないものですから、業務負担が重くなっているというところがあります。そしてまたその班長を取りまとめて全体調整をしていくという管理職も必要になってまいります。で今回はその管理職2名というのを今日付けで配置をしておりまして、全体の取りまとめ、そしてまた班長からその下の、実際に手を動かしたり、あるいは電話の連絡をすると
というものを取りまとめられるという体制について、まあ、維持・増強していくという方針のもとで配置させていただいたものになります。班の具体的な割り方については、建国支部長です。建国支部の松原です。班につきましては、これまでという状況で言いますと、旧班体制で組んでおりまして、例えば、検査の調整をする班、それから疫学調査をする班、それから入退院の調整をする班、それから自宅療養の支援をする班など、旧班の体制で行っておりました。で、現時点はですね、この感染の拡大を受けまして、ハイリスクの方、リスクのある方にですね、対応を重点化していく必要がありますので、現在この、体制をちょっと変えているところでございますので、これがあくまでちょっとこれまでの体制ということでお答えをさせてください。今、入っている。わかりました。それと、入院集団検診の、縮小というのがありましたが、で市長先ほどメッセージの中でも、今後、まあ、縮小をする業務については、随時アナウンスしていかれると、どうしても。今後もじゃあその業務の縮小をしてくる場面というのが何とも想定をされているんでしょうか。はい、今まあ具体的に皆さんにアナウンスさせていただけるのは今回の乳幼児との検診ということになりますが、今後感染状況も見ながら必要に応じて、まあ、延期なりですね、あるいは中止といったことをアナウンスさせていただくことだろうかと思います。できるだけ市民の皆様にご迷惑をおかけしないように早めに周知をしたいと思っておりますし、もちろん社会経済活動についても感染防止と両立を図っていきたいというふうに考えておりますので、できるだけ、まあ、開催をですね、通常通りできるような形には持っていきたいというふうには考えております。わかりました。すいません、先ほどのその入院集団検診の延期なんですが、これそもそも14日時点の保健師応援6人とか、7月1日時点の保健師応援6人しておられると思うんですけど、新たにまた6人送るという感じになるんでしょうか。それに伴う入院検診の縮小になるんですか。これはすでに送っている保健師ということでいいですかね。子育て部長からいいですか。はい、まず保健師の応援状況でございますけど、この6名というのは交代で、こっちの保健師50数名おりますけど、まあ、それがローテーションを組んでやっております。実は、まあ、そういったところで、まあ、負荷も結構高まっております。それと、まあ、個人の話になりますが、今回管理職2名のうち1名も保健師を配置をしたところでございます。まあ、そういったもろもろ保健所業務の、まあ、人数もでございますけど、そういった業務の保健師が担う部分というのが増えておりまして、今回の延期という形を取らさせていただきます。補足をさせていただきますと、今の発令を出すときにですね、現在所属している部署との兼務の発令というのを出すことが多くございます。でそうなりますと、まあ、現在所属しているところの仕事もしながら、そしてまた応援要員として保健所の方に行っているという形で、まあ、これまではなんとか回してまいりました。ただ実際まあ、感染者の数が増えている状況の中で、一人一人きめ細かくケアしていくということには限界があるものですから、その軸足といいますか、兼務はしているとしても保健所の方の業務を中心に、あるいは保健所の方にも張り付いてですね、仕事をするということがどうしても必要な状態になっておりまして、ですので現在派遣しているのも、まあ、人数カウントと実際その仕事の業務量8対2でやっているのか10対0でやっているのかといったところもございます。ですのでちょっと人数だけからは把握しにくいところもあるんですが、少なくとも保健所の現有体制で、この保健所としての機能を、まあ、維持し、そして今後の、まあ、仮に感染者がさらに増えた場合にも対応できるような体制を整えていくということを基本に考えております。まあ、例えば今保健師の方が応援に取られて、まあ、例えば今通常の業務と兼務でやっておられる中で、まあ、半々でやっとったものを、まあ、感染拡大を受けて例えば9対1とか、まあ、そういうのにするのに伴ってやっぱり本来の感染拡大防止っていうところの業務に軸足を置くので、
まあ、そういうのに伴って縮小するというようなイメージですか、はい、おっしゃる通りです。保健所に関わらずなんですが、まあ、業務自体が逼迫してきている状況の中で、どうしても、まあ、現状を抱えている、まあ、通常のですね、業務について、まあ、優先度が、まあ、必ずしも高くないものについては、まあ、少し先送りをしてですね、全体の業務量のバランスを取っていくということを今後やっていきたいと考えております。わかりました。質問がなくなりすいませんでした。ありがとうございました。新聞の坂といいます。ちょっと基本的なことをお確認したいんですけど、松江保健所へ の保健者派遣ということなんですけど、もともとどこにいた保健師さんを保健所に送るっていう言い方をしたいですか。いいですか。保健師はいろんなセクションに実際おりまして、まあ、子育てという部もおりますし、いろんな部署にこうまたがって仕事はしております。ローテーションももちろんしております。でその保健師を今回は、まあ、先の意味では軸足をですね、保健所において仕事をするということで考えているところです。補足があれば今回の長、はい、先ほど50数名と申しましたが、まあ、メインは保健福祉総合センターの健康推進課というところが、まあ、地域保健を担っております。その他にも介護分野あるいは産業保健分野、各支所、そういった形で、配置をしておるところ、なので松江保健所ではない市のセクションで働かれている保健師さんを、投入することに伴って、この乳幼児集団健診等が人気になるっていうことですね。はい、そういった理解でございます。ありがとうございます。そうですね、あともう一つ家庭での保育の協力なんですけど、認可保育所等が21から当面の番ということですけど、これ、保育園に関してっていうことをよかったですか。そうですね、保育園、で幼稚園についても今、7月20日までということで対象にしておりますが、7月の21日からは夏休みに入りますの で、まあ、残る保育園、保育所ですねについては、その後も継続するということで、今回、北谷長のお願いをしているということでございます。なので、この7月21日以降は、幼稚園は夏休みなんで、もう保育園のみということで、で下の児童クラブっていうのは、これ、小学校の放課後児童クラブを指しているっていう。おっしゃる通りです。ありがとうございます。すみません、確認がなくなりました。ありがとうございます。NHK の堀場です。前回の会議では、これ深刻な状況だと藤山市長おっしゃっていましたが、まあ、今回の、さらに感染が、拡大している状況についてどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。はい、非常に厳しい状況が続いているというふうな認識を持っています。まあ、幸いなことにこう重症化されている方というのは、出てない状況にはあるんですけども、ただ、まあ、一般的なお話としてですけども、高齢者の方が、まあ、仮に罹患された場合には重症化しやすいというふうなデータもあるというふうに聞いておりますので、今後も継続的に感染防止対策をこう、まあ、力を入れていく必要があるという認識と、あとやはり夏休みの期間に入りますので、その、まあ、子どもたち含めてですけど、行動が活発になりましたり、まあ、人の往来というのも、看護需要を含めてですね、今後また戻ってくる可能性がありますので、そういった際に、まあ、市民の皆様には感染防止対策のよりその徹底、まあ、今までのですね、基本的な感染防止対策についてもう一度、まあ、思い返していただいてですね、今回まとめさせていただいたような対策をもう一度見ていただいて、より一層の徹底を図っていただきたいという思いを持っております。ありがとうございます。今家庭内での感染が広がっているということで、その家庭内にウイルスを持ち込んでしまう、隣の出雲市さんですと、その不要不急の外出は控えるようにというふうに話もありましたが、松江市で今後ですね、不要不急の外出を求めていくという考えというのはありますでしょうか。やはり、市民の皆さん一人お一人がですね、こう注意深く感染に対しての感度を上げながら、
感染をしない取り組みを主体的にしていただく必要があるというふうに思っています。ただ今の段階で私の方から不要不急の外出を控えるようにということは言っておらずですね、社会経済活動と感染防止の両立を図っていくというのを基本的な考え方としておりますので、その点は、行動制限ということではないんですけども、ただちょっと注意深くしていただくということによって防げる感染というのもかなりあるというふうに思っているものですから、すみません繰り返しですが、先ほど提示させていただいたですね、特に夏に気をつけていただくべきことというのを内容をご確認いただいて実行に移していただきたいというふうに考えております。ありがとうございます。それから最後にこれはデータがあればなんですけれども、この前回の会議からですね、家庭内での保育というのをお願いをされていますけれども、これは実際にその1週間ほど経ってですね、家庭内保育というのは進んでいるというのは、その当日数がちょっと減少しているということはあるんでしょうか。はい、おっしゃる通りでございまして、実際その増えてきているデータも見て取れるんですが、直近の時点においては、その当通常であれば登園されている方ですねの3割の方にご協力をいただいて家庭内の保育に切り替えていただいているということがあります。ですのでたくさんの方がですね保育園に集まるという状態をできるだけ、その人数を抑えることもできておりますので、市民の皆様にはご協力いただいていることを本当にありがたく思っております。ありがとうございます。サイン放送の三宅と言います。今日のですね会議で出た議題とはまた別なんですが、先般ですね、小中学校などでの夏休みにちょっと終業式を早めて夏休みにちょっと期間が長くなるというような発表もありましたけれども、改めてですねそういった、対策を取られるようになった方々の理由というのを改めて教えていただけますでしょうか。はい、学校の、ですね、学校の、休校であるいはその夏休みの前倒しということにつきましては、学校と連絡を取りながら教育委員会の窓口になってですね、で一緒にいろいろ考えながらやっていくということは、これ従来から変わっておりません。でそれぞれの学校によってやはり状況が異なるものですから、前に申し上げたですねエリア休校という措置も取れる形にしておりまして、その時々の状況に応じて柔軟に対策を打っていっているという状況が今ございます。でその中で特に夏休みについてはですね、各学校において終業式を早めてですね夏休みに先に入ること自体が集団感染を防ぐことができるというふうな、状況を見極めながら踏まえて判断をしているところが実際ございまして、今日本来7月20日が終業式でございますけれども、それを早めて、今日ですね終業式を行って、明日から夏休みに入るという学校が市内で8校ございます。でその他にもですね、終業式の日を若干こう早めて行うというところが、すでに、連絡が取っておりまして、これも本当に学校の、周辺の状況に応じて柔軟に判断していくということでやってまいりたいと考えております。ありがとうございます。それについてもう1点なんですけれども、もう2点ですね。まず1つは、学校に出る期間が短くなるというところで、学習機会の担保というのが保障されているのかというところ、もう1点はですね、夏休みの、児童生徒の過ごし方についてですね、何かメッセージがあればいただけますでしょうか。はい、分かりました。まず、ですね、学習の機会の確保ということは非常に大きな課題であるというふうに思っておりまして、現状とはいえ例えば、1週間とか2週間ですね学習の機会が損なわれるという状況にはありませんので、これは、現在のですね教育プログラムの中で何とか吸収していくということを基本に考えています。で、今後の話としてはですねタブレット端末の持ち帰りを、6月から実証実験を始めておりまして、でこれもまだ全校統一的にですね同じ運用ができているわけではないんですが、タブレット端末の活用持ち帰りなどもしながらですね、教育についての、機会の確保でありましたり、キャッチアップというのをしていきたいというふうに思っております。そしてまた
まあ、お子様方にはですね、当然そうやってこう今のコロナ感染が蔓延している状況を踏まえて行動については大人と同様にこう気をつけていただきたい気持ちもありますが、小学校1年生の子にとって1年生の夏は今しかありませんので、そこはまあご自身がですね、やりたいことができるだけできるように、私もそうですし、まあ、大人がですね、こうバックアップ、感染の波に飲み込まれないような注意を促しながら、できるだけこう夏休みでせっかくいろんな行動ができるチャンスではありますので、そういった機会は損なわないようにですね、両立を図るべく環境を整えていきたいというふうな思いでございます。わかりました。ありがとうございました。そうしますと、最後に、はい。本当にすいません、両チームです。先端、島根県が、みなし陽性の運用を決めましたけれども、改めて松江市長としてですね、このみなし陽性というものの運用に関してどのように考えられているかというお考えを聞いてもよろしいでしょうか。はい、今医療機関のですね、まあ、病床の使用率等もこれも県が公表しているところがあります。でその中で今現状ですね、医療体制が逼迫しているという状況にはないものというふうに捉えておりますが、今後さらに感染が増えていくときにですね、現行 の、 その検査の体制だったり医療の体制であるというところを対応できる形にしていかなければならないというふうなことは、県と思いは共通にしております。でその中で保健所あるいはこう医療機関が業務を継続していく、でそれに感染防止対策というのを施していくという観点では、今県が取っているそのみなしのですね措置というのも、これはやむを得ないものというふうに考えているところです。ありがとうございました。しますと以上で終了といたします。ありがとうございました。